表層水面は現在もやや横風傾向となっています。水面状況です。予選3日目のマクール杯ソーラス徳山ヴィーナスシリーズ第14戦、レースは終盤戦となりまして予選競争の第10レースを迎えています。バックテレチガの6艇コース争いは動きありません。後半戦はスロー勢の勝利が続く展開、ここに来て2コース連勝中という展開で迎えます終盤戦です。今日連勝がかかるのは1番の加藤夏樹。前半戦は3コースから抜きでの勝利、3艇トップ争いの接戦制しました。1番の加藤1コースから、前半2着は2コースに2番の佐々木博美。前半戦は追い上げましたが4着3コースに3番の孫崎桃代、そして4コースの角がシリーズリーダー無敵の状態となってきました。4番の田口節子、前半差して1着負けなしの5連勝としています。5コースに5番の宮崎つぐみ、6コース6番の宮宮彩音、田口の動きに乗っていきたいところ。3対3の枠なりです。第10レーススタートまで10秒を切ります。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。トップスタート4コースから一気に4番の田口が出ていく展開、ちょっと3コースが壁になった、それでも4番の田口がまくりきる展開、あっさり抜け出しました。立て直して1番の加藤、外を回った3番孫崎と2番手3番手続く展開です。スタートは前提正常でした。早くもリードは4手進4番の田口先先頭で2幕の旋回に移ります。2番手は1番の加藤、外から行く3番の孫崎ですが届いていません。ここは少しターン流れました。3番孫崎ですが3番手は持ちこたえます。レースは2周目、先頭4番田口がさらにリードを広げていきます。2番手は1番の加藤、外から追います3番の孫崎、その後ろ内から5番宮崎が差を詰めていますが、ここ2周1マークでは3番の孫崎は3番手守ります。3番手4番手差は4点進近くまだ開いています。5番の宮崎が4番手、候補は2番の佐々木は5番手、最候補に6番の南がついそうです。2周2幕もう1回内から競りかける5番の宮崎ですが、ここでもかわして3番孫崎が3番手です。上位3艇は4番1番3番手最終周回に移りました。4コース角からトップスタート、一気にスタートから出ていく展開でした。先頭4番の田口、敵なし状態になっています。4番の田口先頭、2番手水槽、1番の加藤、3番手3番孫崎のリードは大きくここで広がりました。2連単4番1番の組み合わせ 5.3 倍ノッツ、3連単は4番1番3番の組み合わせ 18.3 倍です。シリーズ負けなし、これで6連勝、田口が先頭で最後のホームストレッチ確定が移ります。先頭4番田口五輪、1番加藤五輪、3番孫崎五輪、2番佐々木五輪、5番宮崎五輪、6番南五輪、